はい、もう暇になってですね、やることなくなって小学生の思い出に帰ってます。トルバドールのね、シゲル・イズミア、アメリカのライブ版ですね。アメリカでのライブ版のを順番にたどってですね、暇つぶしをやってるんですよね。超人まで行きましたね。で、次が振り切れ振りですね。狂えないことだってああ素敵な刺激だぜ。